前草加市議会議員で、ジョーカー議員を名乗る河合悠々氏、43が10日、YOUTUBE チャンネル、REHACQ リハック公式に生出演し、前垣高田市長、石丸伸二氏、41にまさかの質問をぶつける場面があった、都知事選について振り返る企画で、観覧者から多くの質問が寄せられる中、河合氏にマイクが渡されると、全然違う角度から質問したいなと、石丸さんはすごくイケメンだし、年齢も41歳で、仕事のキャリアもあって、表になると思うんですよ。ところが独身ですと、女の子が好きなのかどうなのか、とぶつけた、まさかの問いかけに、その場にいた経済学者、成田悠は、どうでもいい質問が出たので、トイレに、行ってきます、と言い、笑わせる。石丸氏は、モテたいという気持ちはあるんですけど、なかなか自分の生活に反映されないですね、と答えた。京都大学出身という共通点から、河合氏が、兄弟生跳ね、アメリカとか行くと結婚するんですよ。多くは連れて行って、帰ってきてもそうですが、なぜ結婚しなかったのかな、と続けると、石丸氏は、なんか忙しかったんじゃないですかね、と苦笑していた。ネットの声、すごく珍しいことだったら面白い角度からの質問だなと思うけど、結婚してない理由なんていくつでも想像はつくし聞いたからといっても、ああ、そうですか、という程度の話、彼は別にアイドルではないし、それより、奇抜なスタイルの女、カーなら変な質問でもいいからもっと面白い質問をして欲しかった、せっかく頭もいいのだから、石丸さんじゃなくても、最近40オーバーで結婚していない男性が増えているので珍しいことじゃない、結婚していないってなると性格に7割とか、同性愛者的な解釈に持って行きがちな人がいるけど、この頃はそうでもない。一人の時間を大切にしている。結婚に興味がない。女性への免疫がなく交流が苦手などなど理由はいろいろだけど、話してみれば普通の人だし顔も悪くないのになって男性が多い。昔は恋愛と結婚って一大イベントだったけど、今はそれがなくても人生楽しめるようになっている。これ、女性に対して質問したらセクハラってめちゃくちゃ叩か。出る問題発言なんじゃない。まあ石丸さんも当たり障りなく返しているようだけど、まあどうでもいい質問が出たんでトイレ行ってきますの成田さんの行動は面白い。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。